人生コードの分析っていうのを行う方法を前回お伝えしました。でここでちょっと今回かっこつけようと思って、まあ皆さんよくご存知のビジネス用語というか一つだけご存知ない方にはお伝えしとこうかなと思うんですけど、PDCA サイクルっていう、基本的にこれも Amazon で皆さんが行っていくことですよね。まあ、どんな商品売れるのかなって計画立てて実際に売ってみたんだけど、売れなかったからチェックして改善するっていうのを繰り返してって、どんどん売り上げを上げていくっていう、何かのセミナーとかでこういうの出されたことあるかもしれないんですけど、今回は要するにこのチェックとアクトですね、まあ、評価って書いてありますけど調査とも言いますね、チェックだから。で改善していく、もう一回アクションを起こしていって、もう一回練り直してどんどん打っていくっていう、この後半部分というか、別にどこが前半でどこが後半ってわけじゃないんですけど、その話を今回していこうと思ってます。でもう話したんでここ飛ばしますけど、でこれ実際にガチの僕のやつなんですけど、これ皆さんにお見せするのが恥ずかしいぐらいのある失敗例みたいなやつなんですよ。セッション率見ていただければ分かるんですけど、最悪なんですよ、見てないって誰も。でこれ実はめちゃめちゃ売れてた商品なんですよ、どれも。で在庫が補充するタイミングを昔間違えて、在庫がめちゃめちゃ売れてたのにゼロになったんです。でちょっと間空いてやばいやばいって言って100個とか結構大きなロフト数でボーンって入れて、 BTG って何の略かっていうと、ブラウズツリーガイドって呼ばれるやつで、そう、これ結構見た人少ないかもしれないですね。要するに、まあ、BTG って Amazon の、まあ、ヘルプページのところですね、検索のところに入れていただければ勝手にこういう画面が出てきます。検索結果 BT ブラウズツリーガイドって、でここをクリックしていただければこういうのが出てきます。ブラウザツリーガイド、ちょっと黄色は僕色付けしちゃってるんですけど、こんな感じでダーッと。でここの今から、まあ、今出品しているアイテムのジャンル、ちょっと今米国アマゾンでやっちゃってますけど、まあ例えばこの服とアクセサリーのところをペチッてクリックすると、画面が変わるわけじゃなくてファイルがダウンロードされるんですよ、まあ、どこをクリックしても専用ファイルが。でそれがブラウズツリーガイドってやつです、まあ、なんでツリーかっていうと、このジャンルのこの子供用の商品のこういうこの細かいカテゴリーの商品はこうしてくだ、カラーマップはここから選んでくださいとか、あとはサイズか、サイズも書き方に決まりがあるんで選んでくださいとかが全部書いてあるやつなんで、どん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 必要、自分の商品のジャンルを細かく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 選択していって、木の枝みたいなその先っちょに答えがあるよっていう意味でツリーなんですけど、